こんにちは Google マップ担当マネージャーのエンジニアリングマネージャーの上田と申します今日はよろしくお願いいたします Google マップが登場しましてかれこれこれで5年になりますけれども5年前 Google マップを最初に見た時のことを今でも覚えています今その地図がというものがこうぐりぐり動かせるとその 触ってわかる、こう、数秒でわかる、あの、違いっていうのが非常に印象的でした。これは、えー、新しい、えー、地図の使い方、オンラインマップというものの使い方を開いたなというふうに感じました。これをぜひ日本へ持っていきたいと。日本未発売。 っていうあの製品とかよくありますけれどもあのものでしたらアメリカに行って買ってくればいいんですけれどもその o g l e マップアメリカで動いてるけれども日本で動かないとなった時にアメリカに行っても日本,の、えー、日本で使えるわけではないので、えー、これは、えー、ぜひ日本マーケットに持っていきたいと。や,やはりあの自分で 日々使えるるよううになってて初めてそののありががたみというのが実感できるとあのもちろんサンフランシスコの地図を見て楽しいっていうのはあるんですけれどもこれはぜ,ぜひとも東京で見たいとそういう思いがありますのでこれをまず日本へ持ってこようと,というところから、えー、この「えー プロジェクトといいうものが始ままっていますで私が入った時には既、えーまあ、にもうあ,のエンジあるエンジニアの活躍で、えー、日本でローンチをされていましたけれどもこれを、えー、じあのえ一つその開発をただ、えー、日本で使えるだけというところから、えー、どういうふうにしていこうかと考えた時に、えー、それがその日本という枠にとらわれる必要はないのかな という,ふうに感じましたここに今ちょっと地球の写真を1個出してるんですけれども確かに東京で普段生活していますと毎日の生活範囲っていうのは本当に限られたところで自分の駅の周り住んでる駅の周りそれから自分の会社の周りというところを行ったり来たりしていて全体のその時間の9割それ以上 っていうのがある一定の限られた狭い世界のところで行われています。で、それを考えるとそこの部分で使えればいいというふうにかんあ思いがちですけれども、も、えー、実は世界っていうのは広くてで、それでなおかつその日本っていう枠にあの日本のチームだからとらわれなければいけないということはないんではないかと。とえー。日本というのは本当にこうやって地球で見ると本当にちっちゃいえー。 いくつかの島でしかないんですけれどもその発想をする時に物を作るという時にあのこの狭い地域に、えー、発想を縛られることはない逆に言いますとただ、えー、東京というのは、えー、とここのビルから、えー、外を眺めると分かるかもしれませんけれども、えー、果てしなくビルがつながっていると。 でえー、都市メトロポリスあの都市圏っていうんですかねのサイズ化を考えてみると実は世界で、えー、飛び抜けて一番であるとあの例えば中国とかには大きい都市がありそうに思いますけれども、えー、北京であったり上海であったりそれからニューヨークであったり、えー、そういった大きな都市圏に比べても東京がずば抜けて大きくなっていると。こ、えー、こういういととを考えると東京で、えー うまく動く東京というのが、えー、都市というものの、えー、なんというのかなテストベッドでというふうに考えられると思います。ここでうまくいけば一番難しい問題が解ければ世界の他の場所でも、えー、問題が解けると。逆に言うと,、えー、とアメリカのその Google の本社がある、えー、マウンテンビューですけれどもマウンテンビューのあるビルあの会社の ビルの 4, 4階建てのビルが一つあるんですけれどもそちらから外を眺めるとですね自分の建物より高いビルが周りに見当たらないとそこでもしその都市に向けてのサービスあるいは機能っていうものを考えて作ったとするとなかなか東京へ適用しようとした時に非常に難しくなってしまうというようなことからこの5年間で えー、どん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 その、えー、日本というところだけを考えて作るというよりかは、えー、日本を、えー、そのテストベッドに、えー、どうやったら面白いものが作れるか、えー、ということを考えています、えー。我々のエンジニアリングチーム東京のエンジニアリングチームもどんどん大きくなってきていまして、えー、そのエンジニア、えー、日本から日本のえりすぐりのエンジニアを集めているわけですけれども。 えー、彼らの,、えー、その技術というものを、えー、世界に、えー、通用させたいというか世界で、えー、戦ってみたいと,というのはやソフトウェアエンジニアとして、えー、誰もが思例えばですね、まあ、やあの野球とかスポーツと違って実は、えー、そのメジャーリーグに行くんだったらアメリカに行かなきゃいけないというわけではなくて、えー、実はこの東京という場所で。 世界のことを考えてものづくりをするということで何というのかなその世界のフィールドでやっていけるようになってきていますそんなところで今回その5年間の中で東京のオフィスのエンジニアが東京と日本っていうユーザー日本のユーザーのことを考えて発想しそれを世界へ出していったと Google マップというと一見あのアメリカで アメリカ人が全部作っているようなイメージを持ちますけれども、えー、実は大きあの多,多くの部分が、えー、日本からの、えー、貢献によって作られているものもあります。ということで、えー、そちらの方から、えー、実際にその開発に携わったアイデアを出して、えー、実際に作るところに携わったエンジニア、えー、今回、えー、6名かがそれぞれ自分の、えー やあの過去5年間にやってきたプロジェクトの中から、えー、ハイライトを、えー、ご紹介したいと思います。それでは、えー、まず、えーえー、Google マップの、えー、検索の方を担当しております、えー、後藤正則の方から一、えーまあ、つ目の、えー、ご紹介をさせていただきたいと思います。 ご紹介に預かりましたあのソフトウェアエンジニアの後藤です。まあ、Google マップというのはいろいろな機能を取り揃えているわけですけれどもまずあのトップバッターとして検索というものから話したいと思います。Web ですと、まあ、検索という言葉を聞くとまず最初に思い浮かべるのが Web の検索だと思うんですけれども、まあ、Google マップでももちろん検索するという機能があります。で大きな違いとしては Web、まあ、という仮想空間の上で 現実のもの何かを探すという行為になると思います。で、特にその中の探すという行為の中でも、まあ住所の検索というのがえっ、ー、と主なユースケースになると思います。で、住所っていうのはを考えてみますと何かというと、えー、まあその人間がですねある場所こう何かこの場所に対してみんながまあおしゃの話じゃないですけどみんなが共有してあここはこの場所なんだってこう 共有すするための場所なんですねでそれが、まあえー、実際にこう Google マップにこうマップする時に、まあ、ピンが立つ場所に、えー、とマップするわけですけれども、えー、そういう意味ではこう何かを探すとか何か空間を認識する時に最初にこう、まあ、地図を探す時もこう作品とかこう何ページ目かなってこう探すという最初の場所を探すというとっかかりのところが住所の検索であったり、まあ、何,か何かの検索であるというふうに考えています。でまた これあの全然こう内側の話になるんですけれどもまあエンジニアなのでエンジニアの話をすると場所を探すというのはいろんなこう提供されているデータですとか地理的な情報というのを実際にこう地図上にこうマッピングしていくということが Google の社内でいろんなところで行われているわけですがそれを行う時のまあインフラにもなっています。でまあこれはあの先ほどあのえと上田の方の話で。 まあ日本のと世界という話があったんですがもともとですね Google マップが2005年にローンチした後、えー、住所検索の機能が追加された時があったと思うんですけれどもそれはですね実は日本だけ特殊の機能でしたでどうしてかというとですねもう日本の住所というのは世界でまれに見るぐらい全く違うシステムを採用してますで日本と同じようなシステムを採用しているのは、えー、日本とあとまあ一部韓国ですでそのまま韓国、まあ、道路の移、えー にするかかどうという話があるんですが、えーまあ、ほとんどの国はこうアメリカのようにです、ねこうえーまあ、番号があってで道路の名前があって地域の名前があるという住所体系になっていますで。これよくよく見るともう全く違っていて左側う日本で右側は、えー、アメリカなんですけれども右側の道路のところもいろんなところにこう名前がついているし、まあ、逆に左側にはまあ番号がついている。 でこの違いというのはすごく大きくてですねもうあらゆる意味で違うと日本の方はこう論理的に大きい方から小さい時にこうずーっとなってるんですけれどもそれが逆であったり途中で道路の名前が入る入らないとか、まあ、もう省略の仕方だとかスペース入る入らないとかですねいろいろ、えー、と違いがあ,のあると思いますでこれをですね、まあ、ずっとエンジニアあの改良を続けまして2008年ですかねあの皆さんが気づかれないうちにこっそりとですねあの世界中で使えるように えと作りり直したという経緯がありますでこれによって何ができるようになったかというと実は韓国でも、まあ、同様の住所が扱えるようになったとっいう経緯があります。ということで、まあ、東京で、まあ、やってますけれども日本のことをやってると同時に世界のユーザーに対して、えー、何か探すということができるようになるということを、えー、僕らは常に心がけてやっています。でまたあの検索の結果っていうのも日々追求してます。でこれすごくあの地図っていうのは 地図とか場所っていうのは曖昧なな概念なんですねあの皆さん渋谷っていうと渋谷どこだと思いますかで福岡っていうと福岡どこだと思いますかこれ結構、まあ、大体渋谷は駅かなとか福岡って言ったらあの博多かなとか Google マップで探すと今こういう挙動になってます渋谷だったら渋谷駅ですし東京って言ったらあの島しょ部八丈島とかを含まない東京だし 福岡っって言ったらまあ福岡県とか福岡市ですしでも福岡駅って言われるとですね福岡には福岡駅っていうのがないんですねあの富山になぜかあるということで,で福岡の人は絶対福岡駅とは言わないわけですよ博多駅っていうわけですね中心部は。ということでこういったことを、えっと、ユーザーのコンテキストであるとか意図というものを組み取ってそれを実際にあのウェブ検索でもそうんですけれどもこれを機械によって処理し機械のアルゴリズムによって えーとユーザーザににとってて最適な検索結果を、えーえーまあ、返すすようにしてますただ、まあ、たまにですねおちゃめな検索結果が出てなんでこれ探してるのにこれ出ないんだろうっていうことが、まあ、多々あると思うんですが、まあ、それはちょっとおちゃめな要素がです、ね、入りすぎちゃっててあのちょっと出ないっていうことがあるので、まあ、そういうときはあのぜひあの Google にお知らせいただければ、えーまあ、ちょちゅじゅじゅっとチュチュチュッと直すとまあなんかまあなんか、まあ、ないろいろなるというんですねはい <laughs> ただまあそれもその 機械が計算したりすることなのでいろいろ試行錯誤を繰り返して我々は日々改良しています。で他の面白い例としてはラーメン渋谷例えば渋谷の付近でラーメンを探したいという時に、まあ、Google マップに来て「ラーメン渋谷」と入れると、まあ、渋谷周辺のラーメンが見れるわけですけれどもこれはよくよく考えると Google のまあ機械のサーバーがまあど,っかどっかにあってですねそれがまあラーメンはあラーメン屋さんなんだとそれから渋谷は渋谷駅なんだと。 いうふうにに考えて渋谷周辺のラーメン屋さんを自動的に識別してこう表示するとでもこれ実はすごい簡単な例でこう博多ラーメンって言われると困るわけですね。博多のラーメンって言われるとまあ多分博多駅周辺のラーメン屋さんだろうというふうに考えるわけなんですがあの博多ラーメンって一言で言われちゃうとまあ多分まあこの見てる範囲の博多ラーメンなのかなというふうに Google の方はまあ これ、まあ、うまくいったらいいかもしれないですけどあのちゃんとこう出てですね計算して結果を返すというふうに、えっと、日々あの我々エンジニアはあのユーザーにとってベストな結果を返す欲しい情報を返すということに、えっと、日々取り組んで今も改良に当たっていますまたあのこのけ検索結果っていうのはグーグルに来れば何でも探せるというコンセプトのもと、まあ、左側に出てるのがユニバーサル検索と呼んでるわけですがあの ウェブの検索でもラーメン渋谷と出せば、えー、まあ渋谷付近のラーメンの結果が出ていてそれに対して各、えー、とお店のホームページへのリンクが用意されているですとか、まあ、天気大阪と打つと大阪の天気また映画館品川と打てば品川周辺のまあ映画館でこういったものもすべて日常生活に何か関わるものっていうのは場所がすごく要素として占めているので、えー、これもこの地図のインフラっていうのが実は大活躍していてこの、えっと ユーザーが日頃気づかないうちに、えーまあ、検索結果いい検索結果欲しいものを返すということを行っています。で、えーとまあ、東京先ほどあの世界へという話があったんですけれどももちろんユーザーというのは日本にいっぱいいて僕らは日本のユーザーもとてもあの大好きというか、えーまあ、僕自身が日本に住んでいて日本ずっといるので、まあ、日本の検索というのはもっといろいろ便利にしたい。 でいろいろな試みを行ってます。で今日はあの2つほどその取り組みについて紹介したいと思うんですが1つはあの今年2月に出たパーソナルサジェストという機能です。でこれはあの、まあ、検索結果を Google のアカウント、Gmail のアカウントでログインしていくと、まあ、サーバー側の方で覚えておいてくれてで、まあ、また探したときにまた探してくれるとあ便利で便利ュとで。これのもう1つの売りというかことはあの今までは1台のパソコンの中にデータというのがこう。 集中してたわけけですけどモバイル機器の登場によっていろんなところに運べるようになった。ということで検索結果もモバイルの上で探せるだからラーメンを探してラーメン屋さんの場所をクリックしてあしら下調べをした後にフラッと外に出てその、えー、と Android の携帯電話を開けると、まあ、検索結果がけん、えー、共有されてる。ですとかその検索結果にスターをつけることで、えー、それがモバイルでも、えー、とこ今ちょっと見えにくいんですけれども地図の方にこう スタがが出てるわけですがあの共有されて表示されるという方に、えー、もっと便利な検索ができるのではないかというふうに考えてます。またあのこれはもう本当に日本もしくは、えー、日本のユーザーに対してこう出した機能なんですけれどもこれこの機能はクリック検索と呼んでるのは、えー、と日本と中国のユーザーにのみ出てるんですけれどももうこれはそのさっきアメリカの住所が番号から始まって道路からっていうこう 構造になってたわけけですけれども日本というのは本当に論理的になっているので、まあ、東京と新宿区とこう順々にこうたぐっていくことで、えー、と場所を探すことができるまたあのこの見てる周辺の、えー、と住所っていうのが同時に見たいのでこうズームインすればこう左上のがこう変わってどんどん変わっていくとでこの番号を選ぶことで、えー、どんどん場所を探すとでまた日本語っていうのは入力がすごく大変ですのでクリックによっていろんな場所を探していく でこういうことによって、もっとユーザーがいろんなことを探せて、そしてまあもっとハッピーになるということをえ考えて、日々あの研究開発というか、製品を、サービスを提供しております。まずけんあの検索については以上です、はい。ありがとうございました。えー、っと続きまして今、ね、今度は、えー、今最後の方に、えー もともとその Google マップにはなかった機能を、えー、実は東京,で東京でアジアに向けて作っていくとその最初のアメリカにある製品を日本へ持っていくところから今度はないものを我々が追加していくというところで、えー 検索ののエリアの紹介をさせていたただきました続きまして、実は日本のユー,ザー、えー、とあのユーザー、それから開発者もそうなんですけれども、非常に美意識が高いということで、えー、Google マップに表示されている地図のことをタイルと呼んでいるんですけれども、そのタイルの方での、えー、研究開発の歩みというものを、えー、と竹中の方から紹介させていただきまますす、えー、どうもあの竹中と申ししし、えー、よろしくお願いします。 まずあの僕の話2つあるんですけれども、えー、まず1つ最初に、えー「世界地図の中の日本」というタイトルで話をさせていただきたいと思います。でえー あのー、まああの何、ー、て言うんですかねあの例えば2チャンネルとかそういったところに行きますとあの Google マップで世界の面白いところを見るスレとかそういうのがいっぱいあったりとかするんですけどもあの Google マップまあアースもそうですけれどもその日本の地図っていう以前にやっぱり世界の地図っていう認識のされ方をされているユーザーの方が多いんじゃないかと思うんですね。そそれと、えー、とと世界地図としててのののマップっていうのと、えーそのえー まあ日本人にとってその地図のユースケースとして日本の地図を使うっていうその2つのユースケースがあると思うんですが。 まずそのちょっと簡単に Google マップのまあタイルの日本での歴史っていうのをちょっと振り返らさせていただきますとまず最初2005年の7月に Google マップを日本で提供開始させていただきました時にこの時は実はですね弊社の独自の地図画像というのを使っていたのではなくて株式会社ゼンリン様はあの、えー 地図データの方を提供いただいている前輪様の方から、えー、地図画像そのものも提供していただいてそれを利用しておりましたでその後、えー、1年ちょっと経ちまして2006年の秋に、えー、地図データを更新これは、えー 当時の C ネットさんか何かの記事のタイトルをそのままあのコピーさせていただいたんですけどもっていうことで、えー、この時から Google、えー、の方で独自に日本の地図の画像を生成するといいうことを始めていますで、えー、とその、えー、2008年にこの2006年にまあ出したものをいくつか修正を加えて、えー、ほぼ現在のものに、まあ、これが3代目のタイルという形になっています。 でちょっと、えー、実はこれが初代のグーグルマップあの見たご覧になられたことある方お記憶になられてる方いらっしゃいますかねえー、っと今と全然多分見た目違うと思うんですけどもこれはあの、えー、先ほど言った通りあり前林様からご提供いただいた地図画像を利用していますで、えーまあ、2代目3代目というのはそんなに違わないんですけれどもよく見るとこまこまと違って でえー、まあ今回この、えー、プレゼンテーションさせていただくにあたってその一体全体その僕らが5年間その日本でこの地図画像っていうのを表現っていうことでやってきたことってどんなふうにまとめたらいいのかなっていうのを考えたんですけどもまず最初の、ね、やっぱり我々のモチベーションっていうのは世界地図 Google マップの世界地図の中に日本の地図も表示するっていうそれが最初のモチベーションとして。 あっあえずはめてみましたとでそこから、えっと、やはりその,、えー、そのなんていうんですかね世界地あの紙の地図のように世界の地図世界地図っていう地図帳と日本の地図っていうのが別々にあってユースケースで使い分けるっていうんではなくてその Google マップっていう一つの、えー、プラットフォームの上で世界と日本がシームレスにつながってる地図としてのその表現っていうのを、えー まあだんだん最近になってようやくそういう表現っていうのを考えて追求していけるようになってきたかなというふうに考えています。で、えー、ここからはやや小技的な話になるんですけどもこの3代目の2代目から3代目の変更の時にですねまず最初にその追加されたのがこの駅のところにアイコンが表示されていると。 電車のマークのアイコンが表示されていて、えー、これをクリックすると現在ですとその路線図が表示されたりとか時刻表を見ることができるっていうことがあったんですが実、えー、これ、えー、海外の Google マップでは日本に先行して実装されていた機能ですでその時にやはりこの海外でも駅アイコンっていうのを表示するようにしていたんですが実はあの海外の欧米の地図ではあまりあの駅っていうのは重要視されていないんですね。で <laughs> あの例えばこちらの、えー、4, 4枚ある上のうちの右上の地図はこれチューリッヒですけれども、えー、駅のアイコンがパラパラとあるだけで駅名何も書かれていないと。であのその実はこの中に、えー、とチューリッヒの中央駅っていうすごく大きい駅も重要な駅も含まれてるんですけどあまりそれこれを見ただけではわからない。 でえー、もう1枚、その横にあるのはこれニューヨークのかなりズームインした状態ですけれども、えー、下真ん中あたりにカーネギーホールっていう書いてあってでその上にちょこっと、えー鉄道のえー、メトロの、えー、駅のアイコンも表示されてますけれどもその扱いとしてこの駅っていうのが周りのカーネギーホールは有名ですけど他のブティックとかそういったものとあんまり変わらない扱いになっている。 で日本振り返って日本の地図はどうかっていうと日本の地図はやっぱり駅の、えー、駅はかなり重要な何、えー、て言うんですか目標物として、えー、描かれていてあの扱いもはるかに大きいわけですね。でその日本のまあ日本的なその日本駅の表現っていうのと一方でその Google マップとしてやっぱりその駅のアイコンをクリックしたら時刻表が見られるとかっていう機能に対しては同じデザインをユーザーが戸惑わないように同じデザインを与えたいっていうのをどうやって表現するかっていうのが実はあのかなりこの日本で出す上で問題になったところでした。でまああの こういうのってあのデザイン的なソリューションってあの見せてしまうとなんだっていう感じなんですけれども、えー、ちょっとその日本で出すにあたってはそのアイコンの使い方っていうのを同じアイコン使ってるんですけど全く違う使い方をすると。で海外ではそ,のそちらのニューヨークの例のようにアイコンがドーンとあってその上に小さく駅名が書かれてるっていう表現だったのをまあ,あのもう日本の絵文字のような使い方をして、えー、テキストの,の一個一個の文字と同じようにして。 表示させるっていう、えーまあ、日本的なデザインと、えー、Google マップとしてのデザインを両立させるっていうことをやっています。でこれもあのもうあのご記憶前のものをあまり記憶されてない方も多いと思うんですけれども、えー、実は、えー、3代目になるまでは高速道路は青色でした。で青色あの車内でも、えー、高速道路は青色なのか当然だろうみたいな。 え感じだったんですねでやっぱり日本の道路地図で、まあ、各社いろいろな表現ありますけど多分一番多いのは高速道路を青色で描いてる地図が多いと思うんですよ。だったのですが、えーまあ、あの今こちらに2つほどありますけれど経路探索、えー、それからストリートビューっていうのが、えー やっぱり2008年の夏から秋に相次いで、えー、とローンチすることになりましたけれどもこの青い道路の上に青い線を引いてしまうと全然わからないと。で最初はあの我々日本だけ別の色で線を引きたいっていうことを言ったんですけれども、えー、それはわかりならんと。でやはりその まあ先ほどの駅のアイコンもそうなんですけどもユーザーがその何かインタラクトできるものっていうのは基本的には青にしておきたいっていうその Google マップのデザイン上の統一性ですねそれをあまり崩したくなかったので、えー、じゃあ仕方がないから日本の色は変えますかとで実はですねあのほぼ全ての国で Google マップの,表あの普通の、えー 高速道路のの表現っていうのはここのサンフランシスコの地図が今ありますけどオレンジ色がハイウェイ高速道路で、まあ、黄色がちょっと重要な道路みたいな表現になってるんですね。で、えー、お隣の例えば中国とか韓国とかそういった国も、えー、アメリカと同様なスキームで表示してるんですけどもちょっとこれは日本人的にはどうなのかと。で、えー、実はあの今世界の Google マップの地図の中で。 独自の,その道路の配色を使っている国っていうのが2つあってそれが日本とイギリスですであのやはり Google マップ最初の頃はその各,社各国がそれぞれ自分たちの思うようなデザインっていうのをしていった結果として国ごとで結構バラバラだったんですねその高速道路の色の表現っていうのが。それを統一しようっていう形でオレンジと黄色になったんですけれども。 日本とイギリスだけはどうしてもオレンジと黄色はまかりあのちょっと受け入れ難いっていうことでなぜかこの2大島国が残ってる形になっています。でまあ,あのこれあのヨーロッパとかですと国を同じ道路が国境をまたいだ瞬間に色が変わっちゃうっていうのはかなり変違和感があるんですね。でそういう意味でもその日本とイギリスっていうのは島国っていうことでうまいことそこをごまかして、えー、これはまああの Google マップとしての統一性を犠牲にしてもローカルのために良、えー、い表現というのを追求させていただいた例です、えー。あともう一つ同時にローンチさせていただいたのが建物の名前にラベルを付けるという機能がありましてですねこれもともとのモチベーションはこの頃にあにモバイル版の Google マップの提供を開始させていただいたんですけどもこれ今ここに映ってるあの右側のあ左。 えー、左のスナップショットは、えー、あのスクリーンショットは当時として一般的な QVGA のスクリーンのサイズ 320×240 ドットになってますでこれであのズームをしていくとあのほとんど何も映らないこの線だけの表現になっちゃうんですねこれはちょっとあまりにも寂しいので何か出せないかということを考えた結果として、えー、こういうふうに、えー、ちょっと あの紙の住宅地図っぽい表現になりますけれども、えー、日本独自の機能として日本独自の表現としてこういうものを、えー我あのまあ、僕たちの方で実装して、えー、日本のユーザーのために、えー、提供するということにさせていただきました。でこれあのもう完全に日本独自の機能のつもりで作ったんですけれどもその後、えー、なぜかシンガポールでもう住所を表示するのにこの えー、機能を使いたいということで、今これは日本とシンガポールで、えー、こういうふうにラベルを書くという機能が使われています。はいえー、ここまでがえっ、ー、と世界地図の中の日本という話だったんですけども、えっ、ー、ともう一つえっ、ー、と僕の方でやあの僕たちの方でやっているプロジェクトとして、逆今度は日本の世界地図という話を少しさせていただきたいと思います。でこれはあの一年ほど前にリリースさす。 いいただいただものになりますけれども、えーまあ皆さんご存知のとおりますで、えーまあ、あの日本語で表示するっていうところがすごくインパクトがあるのでちょっとそっちの方にあのどうしてもポイ,ンあのポイントが置かれがちなんですけども実はですねこれ結構検索っていう観点からも重要な、えー、フィーチャーでもともとのモチベーションは検索だったんですね。 グーグルで,でやっぱりこの機能が入る前は実はグーグルで外国の地名ってあままりうまく検索できなかったんですで例えばシャンゼリゼパリのシャンゼリゼってどこだろうって思った時にカタカナでシャンゼリゼって言っても、えー、うまく飛ばないことがあってでそのために、えー、と何をするか、まあ、シャンゼリゼは有名だったから大丈夫かなもう少しマイナーなところだと飛ばないことが多くてでその。 まず、えー、とスペルをウェブで検索して見つけてそのスペルをマップの検索窓にコピペしてそれでやっと、えー、そこの場所が分かるっていうそういう状態だったんですけれども、えー、それを、えー、なんとかしたいっていうのがもともとの、えー、モチベーションでした。で、えー、当然有名な地名っていうのを一気にカバーしたい。 で有名な地名はもちろんそうなんですけれども、えー、将来話題にななるかもしれない地名例えば、えー、明日何か、えー、どこかの国で大きな事件が起きたっていう時に、えー、その、まあ、地名がニュースになってそうするとみんなそれってどこなんだろうっていうふうに検索をされるわけですね。 でその時に、えー、っとやっぱりそのニュースで伝えられたカタカナの地名で検索ができて表示ができる地図っていうのを作りたいっていうことで、えー、まあそうなってくるともちろんその将来にどんな地名が伝えられるかっていうのは分かりませんからもう全部やるしかないと。で全部やれるデータっていうのは存在していないので、まあ、データがないなら自分たちでも作るしかないということで始まったのがこのプロジェクトです。 1>, で1年間です、まあ、先ほどもありましたけど数千万とかの、えー、地名を、えー、カタカナに、えー、させていただきましたでこれも社内では結構いろいろな議論がありましてその例えば現地語に忠実な発音とをカタカナにしたものと、えー、日本語的な、えー、いわゆるカタカナ語の読みとどちらを採用するべきかっていう議論もあって。 でえー、っとこの作業をやってる最中にはですね僕がそのいちいちそのオランダ日本語ができるオランダ人の方がこ,うこの、えー、オランダのこの地名の発音はこうだからカタカナでこうあるべきだって言ってくるのを、えー、僕の方でそれは日本人には分からないからそれじゃあダメ例えばですね、えーっと「ハウステンボス」ってありますよねあれオランダ語なんですけど、えー、っとその「ハウス」っていうところオランダ語の「ハウス」ってものすごいあの日本人には難しい発音で。 ホイスとかそれぐらいの漢字の発音になるんですよでもそれでやっぱりオランダ人の方はそういう発音に近いカタカナの表記っていうのを我々に提案されたんですけども、えー、それでは日本人には分かんないと日本でよく知られたのはハウスだしでゲントはゲントだし、えー、あと何がある グロー人間ンンとかそういう、えー、オランダの地名っていうのはやっぱり日本で通用してる読み方があるからそれでないといけないっていう議論をして最後オランダ人を怒らせてしまったんですけれどもそんなこんなで、えーまあえー、地名を全部、えー、日本語化するとであのあすっ飛ばしてしまいましたけどどうしてカタカナ語あの何でカタカナ語なのかと不正確なカタカナ語をどうして使うのかっていう。あの ご意見をいただくこともあるんですけどもやはり日本のユーザーさんが先ほどのまあニュースで聞いた地名とかっていうのはその日本語として自然なカタカナ語になっていることが多いので、えー、なるべくそういった形で、えー、検索窓にユーザーさんが入れるであろう文字列に近いものっていうのを使うという方針でやっております。えー、っとまあ以上なんですけども最後に一つだけありましてですね <laughs>。えー まあ、あの今この「世界の地名を日本語で」っていう話で、えーまあ、の続きになるんですけども実はですね、えー、っとこれも皆様からのご意見をいただきまして先日ここに1個ボタンを増やしましたでこれをポチッとしていただくと日本語が消えるとオンオフができるようになってますであのまあユースケースとして例えば現地に行かれてあのタクシーの運転手の方に地図を見せたいとか。 ホテルの方に地図を見せて聞きたいとかっていう時にはこれをポンと押すと向こうの方にも分かっていただける地図になるという形になっております。以上で終わらせていただきます。はいえー、続きましてこれも日本ならではの機能になりますけれどもえっ、ー、とですね日本人っていうのは食べ物が非常に好きで,でしかもビジュアルであるというところを、えー、発想の ポイントとして始まった日本初のプロジェクトとしてはすごく古いもの最初の日本初のフィーチャーだと思いますけれどもそちらの方の開発者の南野の方から紹介させていただきたいと思いますソフトエンジニアの南野です今日は写真にまつわる2つのプロジェクトを少しご紹介させていただければと思いますえっとこれが現在の Google マップ 一番左側に来ているのはローカルサーチであの、例えばラーメン、渋谷って検索したときに、六本木にあるラーメン屋さんの、えー、と住所とか電話番号とか、あと写真が出ているとであの、先ほどのジョンの話にもあったと思うんですけども、もグーグルのプレスページにも、そのお店に関するたくさんの,情報あの写真が出ていますし、あとはあの右下にあるのは、えーと、フォトレイヤーって呼んでるんですけれども、えーと、ユーザーの方が撮った写真を地図の上に重ねて見られる機能です。 でこのように、まあ、非常にたくさんの写真というものが Google マップの上には、えー、と整理して、えーとえー、置かれているんですけれども3年半前の Google マップ っていうのがこれれなんですけれども例えばうどん香川ってサーチするとあの左側にはあの、まあ、いわゆる電話帳みたいに、えー、とお店の名前と住所と電話番号だけが表示されていましたでここだけではなくてですね Google マップの上には写真っていうものが一枚も当時はなかったんですねあの衛星写真を除いて一、えー、枚もなかったんですでこれを、えー、と日本のチームで、えー、と写真を載せようというプロジェクトが始まりました でなんで写真を載せようかと思ったんですけれども先ほどあの後藤の方から話もあったと思うんですけれども日本の住所体系っていうのはまあ非常に論理的ではあるんですけれども直感的に分かりづらいんですね例えばその六本木四丁目十一番地っていうのがこの町のブロックのどこにあるのかっていうのは誰も分からない。 えーですし、あの結局、例えばその住所だけ、まあ、アメリカの場合ですと、ストリート番号とストリートネームだけ覚えていけば、だいたいこの辺だろうって、現地に行って見つけることができるんですけれども、日本ではそれができなくて、どうしても地図を見て覚えていくとか、地図を印刷して持っていくっていうことが必要になると、でまあ、いやそれ、すごい面倒くさいので、例えばこの左の例なんですけれども、えー、とお店の前の写真が例えばあれば、どんなお店か分かりやすいし、例えばこのラーメン屋さんですと、ビルの2階にあるんですけれども、 あの地図を一生懸命覚えていったら、実はそのお店が2階にあってあの気づかなかったみたいなことを避けられると。でまあ、これはちょっと都合がよすぎる例なんですけれども、これを見れば1階に AMPM があるということがすぐ分かって、あ,あ AMPM の2階なんだと。で非常にあの行きやすいということで、まあ、これも日本ならではといいますか、こういうことをモチベーションに始めたプロジェクトの一つです。でもう一つありまして、あの当時あの、地図のマップスのチームでは、あの誰かが あのアメリカの方から出張に来るとあの自分たちでローカルサーチをしてでそれで1位になってるお店にご飯食べに行こうでそれが本当に1位にふさわしいお店かどうかっていうのをやろうとで、まあ、ある日そのじゃあお昼にラーメン食べに行こうって言ってあのラーメンってサーチしたらですねまん、あ、こラーメンが食べたいとでもそのけ結果だけを見てもです、ね、どれがとんこつラーメンのお店かっていうのがよく分かんなくて実際どんなラーメン出てくるんだろうと。でやっぱり写真があれば こういういのも解決できるよねというのがそもそものモチベーションの2つ目のモチベーションですねで、えー、と実際2007年の3月に写真を出しましたこれがその当時の UI で、まあ、これは日本から始まった機能なんですけれども同時に日本だけではなく世界中のあらゆる国でこういった写真が表示されるようになりましたであのお気づきかと思うんですけれどもこの左側のパネルのところに実は写真が出ていないんですね で左側がそのローンチ時直後で今あの、のグーグルマップは右側のように写真が出ているとでこれはなんで写真が載ってないかというと当時、先ほどのジョン・ハンケがです、ね、の僕はその左側に写真を載っけたあのものを持ってってこれでやりたいんだけどって言ったらそれ場所を取りすぎだからちょっと外せとでその23か月後にメールが来てですねなんで写真載ってないんだと。<laughs> <laughs> でジョンにですねあのいや お前が載せるなって言ったんだって言ったらいやそれは僕がした相当悪いディシジョンだったねごめんごめんとかっていう話でまた写真が復活したんですけれども、まあ、このように写真っていうのは一回見てしまうとやっぱりすごいインプレッシブなので、あのー、その場所がどんな場所であるかですとかどんなお店であるかどんな場所であるかっていう非常に直感的に分かりやすいので、あのー、今ではもう写真を前面に押し出した UI になっているという感じですで、えっと、2つ目のプロジェクトは、えっと、このエリアを散策というプロジェクトなんですけれども えとこれは見たことある方もいらっしゃると思うんですけども何だと思いますか、えー、と先ほどあのジョンのとか河合、えー、の方の話でグーグルはベースマップを提供してその上にユーザーの方にコンテンツを乗っけてもらうというそのインフラの部分を支えているというお話があったと思うんですけどもこれはそのベースの部分を取り除いたものです。 なので一つ一つの赤い点というのがその場所に関する何らかの情報でそれはグーグルが持っているものではなくてユーザーの方がえっとウェブ上ですとかグーグルマップ上にシェアしていただいた情報ですで見ていただけば分かると思うんですけどももう世界地図そのまんまですねグーグルが知らない場所なんですけれどもそのユーザーが実際そこにいてそこに関する情報をみんなとシェアしてくださっているとであの海の上にも無数の点があってこれは あの飛行機に乗るときに例えば GPS を持って飛行機に乗られてそれを Google Earth の上ですとか Google マップの上でシェアしてくださっている方とか世界中のあらゆるところに関する情報というのを Google は整理しようとしていますであのーまあ、先ほどと同じ話なんですけどローカルサーチとか、あのー、以外に Google ではそのユーザー の方が作ったコンテンツをサーチするというオプションがありまして、あのサーチボックスの右上のところに、えーと、ユーザー作成地図というのを選んで、えーと、例えば六本木ヒルズ付近のランチっていうのを検索すると、例えばこの付近でランチのおいしいお店をまとめてくださっているユーザーの方が作ったマイマップですとか、えー、KML ファイルなどが、えー、とサーチすることができます。この機能を使ってらっっってていいららししゃゃる方っていらっしゃいますか でもやっぱり少ないですよね。少ないっていうのがモチベーションなんです <laughs> 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 あの。やっぱりすごい見つけづらいところにあるので、なかなか使っていただけないんですけれども、あのー、素晴らしいコンテンツっていうのを Google はたくさん持っているんですね。それはユーザーの方が作ってくださったコンテンツであり、えー、世界中の人とシェアするのにふさわしいコンテンツっていうのがたくさんあります。ただし、えーと、それをうまくサーチするというのが非常に難しいです。例えば、先ほどはランチっていう単語があったからランチに関する。 ママイマップといううのがサーチでできたと思うんですけれども例えばもっと漠然なテーマですね例えばこの地域で今何か面白いことが起こってないかとか今何が流行っているんだみたいなあの非常にクエリーにしづらいような、えー、と検索要求というのに、えー、Google では対応できていなかったんですね。であの写真もそうですけれども例えば YouTube のビデオとかあの先ほどのマイマップみたいにその位置に紐づ付いているコンテンツっていうのも他にもたくさんあるのでこういうものをどうやって見つけていくか。 そしてユーザーの方に提供していくのかというのが一番最初のモチベーションでした。でこれもまた少し昔話なんですけれども2008年の5月以前例えば場所をサーチしたときに左側に名前が出るって A っていうピンが立つっていうのはあの皆さん覚えていらっしゃるかと思うんですけどその下に何が出てたかって覚えていらっしゃいますかこれ実は何もなかったんです空白だったんですね。ここのススペースを有効活用しよううとということで えっとこのエリアを散策という機能を作りました。でこれはえっとサーチではなくてブラウズできるような機能ですね。要は自分からアクティブにクエリしなくてよくて、その地域を見ているとそれに関する情報が出てくるというものを作りました。でここで出ているスクリーンショットはその初期の開発バージョンで Google マップ S API とあのちょろっとした HTTP サーバーを使ってえっとこんなコンセプトでプロジェクトを進めたいんだけどということでえっとプロジェクトが始まりました。で、出来上がったのがこんな感じで。 えと場所をサーチするとその場所に関係のある写真ですとかビデオですとかマイマップあとはその地域に関して知識あのたくさんのマイマップを作っているとかたくさんのレビューを抱えているユーザーを紹介するというような機能をロ、えー、ーンチしましたであのでもよりもなんかいいビデオがありましたので少しだけご紹介させてくださいちょっと音が出ないんですけれどもえっ、ー、と このように場所をサーチして地図の上でビデオを見たりあとはドラッグするとその今見ている範囲にある面白いコンテンツ面白いビデオ面白い写真面白いマイマップなんかっていうのを、えー、とどん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 ブラウズしていけるってことですねサーチというよりはブラウズしていけるような機能になっておりますでこれはあの マップスから始まった機能なんですけれども、えっと、ウェブサーチの方でも同じようにあのその場所がどんな場所であるか知りたいという要求がありましてウェブサーチとのインテグレーションというのも行いましたで例えば京都府っていうのをウェブサーチすると、まあ、地図が出てその横に京都らしい写真、まあ、これをどうやって選ぶかっていうところに技術的な挑戦があったんですけれども、まあ、例えば金閣寺ですとかこれは ア安ジとか,ですかねの写真が出てきたり例えば、太一って言ったらなんかその,の自然ですとか夕焼けですとかまあそういったものを自動的に選んで表示するという機能をえっと日本からローンチしております以上です。